はい、鹿児島の山口農園機構です。今日はデンマーク製のラジコン式ハンマーナイフモア RC1000 をご紹介します。この RC1000 の特徴はまずハンマーナイフであるということ。ハンマーナイフなのでもうありとあらゆる草を粉砕していくことができます。そしてもう一つの特徴は左右独立して動くクローラーを搭載しています。で、このクローラーでスパイク式のクローラーが標準装備になっています。で、走行は傾斜50度まで、走行できますし、50度を超えた場合はハンマーが自動停止します。さらに、ラジコンの異常が発生した場合にはエンジンまでストップすると、とても安全に設計されてますので、どうぞ、ご覧ください。このレバーが前進バック、こちらが右旋回左旋回で、こちらが右クローラーの右左の微調整で、これが走行のスピード、続いてこれがエンジンの始動で、クローラーの上げ下げで、これがラジコンの前進バックの切り替えで、こちらがカバーの上げ下げで、ストップボタンで、ナイフの入り切り、こちらは使えません。